お疲れ様です。ゆうまです。ギルと続きやっていきたいと思います。ちょっとこっち側にね、気になるアイテムの多分本なんだよな。あ、クォーツだ。クォーツの手番。ああ、こうやってどんどん解放してあげているんだよね、多分。俺がやってることは間違いじゃないよな。この世から消し去ってるわけじゃないよね。で、この人の記憶がこちら。ただ家に帰りたい。なんだこれは、どうしてこんなところに。昨日もいつもと同じ。同様ひどい一日だったが、少なくとも私を生きたまま食べようとする怪物が街を走り回ったらしいなかった。だが今日私はこの地獄のような悪夢の中に閉じ込められている。そこら中灰だらけだ。それに月がない。昨日は満月だったね。今日は月のかけらすらない。だがこうなったのはいつからだ。私は未来に送り込まれたのか、異次元世界にいるのか、みんな怪物になってしまったのか、私は実は昏睡状態で、これは全て夢なのか、どういうことは何も思い出せない。こっから脱出したいが、この狂気の沙汰の実態もわからないのに、どうやって抜け出せばいい。もう何を考えたらいいかもわからない。逃げ道がないことは確かだ。車動かないし、電話もつながらない。走って逃げようとしたが、どれだけ進んでも振り向くと街から1マイルも離れていないところにいた。きっと私は檻の中にいるのだろう。そうに違いない。何かが私をこの奇妙な檻に閉じ込め、苦しむ姿を見て楽しんでいるのだろう。そいつは私が死ぬまで苦しませるつもりだ。あるいはもっとひどい事態が待っているのかもしれない。まだケーブルカーを試すという道は残されている。チケットの断片はポケットの中だ。どこで手に入れたかは覚えていない。もし誰かが私のために残しておいてくれたなら、それはヒントなのかもしれない。怪物に捕まらずにケーブルカーまでたどり着けたら自由になれるかもしれない。まだチャンスはあるのかもしれない。何も分かっていないのかもしれない。かもしれない運転すぎやしないか。いやー、随分と、長いゲームになりましたね。結構軽い気持ちで始めたんですよ。まあでもね、2000数百円しましたんでね。まあそれなりのボリュームなんだろうな。確か。I really want to trust him, but anyway, it's not like I have a choice. 今もうね、手がかりあのおじさんしかいないからね。さあ、エミリーの本をちょっと見てみよう。It's another strange book. 私たちは友達だった。サリーは私のこと好きでいてくれた。一緒によく遊んだ。でも今は彼女もみんなと同じように意地悪になってしまった。これも全部私のせい。私ってやっぱりただ泣き虫でつまらないバカな子なのかも。だからこんなところへ来てしまったんだ。だからお化けたちは私を食べようとしているんだ。いじめっ子やサリーのことは考えないようにしている。でも何かを考えないようにすると、それがこのおかしな本の中に出てくる。親切なおじいさんに助けてって頼んだ。とても優しい人よ。彼と一緒にいると家に帰ったような気持ちになれる。おじいさんはできるだけ姿を隠して待ってなさいって言った。ここにいるべきなのは私じゃないって。あのおじいさんが随分となんか深いこと知ってるんだが、肝心なことを言わないタイプのじじい。この奥のこのクォーツが欲しいが、これ止めてみる？止めると上がシュー。あ、あそこにあるな。で、ポイン。で、これを使って、はめると。あれ？あれ？あれ？俺拾ったよね。あら。バツ印が出ない。このギアどっか別で使う？でもそんなことはないはず。めめ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 。びっくりしたな。いろはすいきなりパチンって弾けるな。
イロハスのペットボトルってマジでこれが嫌。ベコベコのペットボトル。わーお。あれ助けてあげたいんだけどな、あの鳥。いや、迷路なんですが、これ突然バフンって出てこられたら結構叫んじゃう自信がかなりあるよ。大丈夫？いや、俺もうクォーツ手に持ってないんだよ。多分。近いな。あ、まだあった。さあ、チケットよこせ。よし、読んでみよう。ここは全く狂っている。だが少しずつ様子が分かってきた。すべてはまさに悪夢だ。奇妙な目に見つめられ、悪魔のような怪物に襲いかけられている。しかしここは岩の人々もいる。彼らは怪物じゃない。岩の人々は知性のないあの怪物たちとは違う。この悪魔の中に住んでいる者はほとんど皆私を殺そうとしているが、彼らはまず彼らは動かない。だからじっくり観察することができた。そして分かったところが3つある。それを知って余計恐ろしくなったが、そう3つだ。まず1つ目は、彼らは近くで耳を澄まして初めて分かったのだが、彼らは息をしている。彼らはどういうわけか、岩の中で生きていて何か奇妙なことを囁いていて、彼らは私と同じく現実世界の人間ではないだろうか。そして何かにひどく苦しんでいるようだ。2つ目は、見れば分かるが、彼らみんな本を一冊持っていて、中にはわけのわからないことが書いてあるが、あの本は彼らの思考ではないだろうか。例えば何らかの魔法で彼らの考えていることを本に書いたとしたら、突拍子もない推論だが、この可能性はある。まず、あの本はとても古いものに見える。鉱物の書物とでも言えそうな何千年という古さだ。だがその中にはトムのことや鉱山のことなど最近の出来事が書かれている。それに手書きではなく印刷されているのはなぜだ。しかも、記載は一冊に一つしかない。これが日記のはずない。このすべての混乱を巻き起こしている闇の力が人々の記憶を本にしているんだろう。そうに違いない。そして三つ目はチケットの断片だ。岩の割れ目から彼らがみんな紙切れのようなものを持っているのが見えた。何かわからないがケーブルからのチケットの一部だと思う。私も一枚持っているがどこで手に入れたか覚えていない。そのことが一番恐ろしいというもの。私と彼らの共通点がそのチケットだからだ。どこかに捨てようとも思ったが、どうしてもできない。何か大切なようなものが気がする。もう何が何だかわからない。こんなところで死にたくない。それに岩なんかに決してなりたくない。だがどうしてもう頭から離れない。もしも自分が岩になったら、私に関して書かれた本が現れるのだろうか。私についての本が欲しい。なるほどね。記憶の断片。でもね、言われてみたら確かに本があるんだよね。あなたの推理かなり正しいですよ。あ、ブラッド・クォーツのレーダー。小さいカゴの中に何か。でもブラッド・クォーツに近づける音がする。ああ、なるほど。ちょっと向こうまで戻ってみようか。これによってかなりクォーツを見つけることが容易になったようと。結構わかりやすいところに置いてくれているからね。そんな心配は特になかったんだが。まあ、いただけるのであればありがたく。ああ、光ってるわ。このね、ドアが開かないんだよね。分かってはいるんだよ。あ、これを凍らして。で、バカだな、俺。そうだよ。そうだよね。だって、こんな高速で回転してる機械に手入れたら。観点がガチ。よし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 。ああ、すっきりした。
おい、やめろ。あいつらうぜえな。ああ、バレちゃった。こいつ焼いたおかげで鳥へのアクセスだいぶ良くなったんじゃないですか。今助けてやるぞ、ツイッター。ちょっとこいつを後ろから光になれ。オッケー。で、オッケー。ちょっと一旦戻って、アイテムたちを回収しよう。さて、奥へ行かないといけないんだが、きっとまだやることがある。お、なんだこれ。光は失われた魂の希望。なんだか随分解放したんじゃないですか？ 何もかもが全く理解できてない状態だが。このドア開く？かねえな。あいつ無能だな。彼らもお返しに助けてくれる。石助けると助けてくれるらしいっすよ。救済なんだよな。やっぱり。説明がないからさ。死なしてるのか助けてるのかわからないというか。あ、でも消火器がある今結構いろいろなことができるんじゃないか。この学校の中でも。あちこち燃えてはいたんだよね、実は。さあ、奥へどんどん進んできたが、戻っています。あ、おじいさんですね、あれ。Are you ready, Sally? I think I am. But why don't you come with me? I wish I could, but I can't. I'm not as strong as I used to be. I need to rest. When you find Emily, I'll need all the strength I have to bring you back. What's wrong? Are you sick? You could say that. Okay, now I'm going to open the door to the mine for you. When you find Emily, I'll open another door so you can come back. Once you both resurface, run to the cable car. It's the only way to escape this wretched place. Now, pay attention. 大事なこと。This is extremely important. You must give your ticket to Emily. Otherwise, the cable car won't run. Do you understand? I think so. Good. When you're ready, open that door. And Sally? Yeah? Take care. You're doing so well.Thanks. イケボすぎ、じいさま。ケーブルカーを持って行かないといけない。チケットはエミリーに渡すんだ。どっちでもいいのか、この右でも左でもいいんだな。もう白い、いきなりの白、きつい。目チカチカした。また随分と崩壊が進んだな。This is weirder than I thought.